Hello everyone, I'm Taku. I'm Mitsuki. I'm Tomomi. はい、じゃあ今日はせっかくなんでフィリピンの料理を紹介していきたいと思います。どうですか、フィリピンの料理は。個人的に味付けが濃いかなと感じます。あんまり口には。まあ美味しいですけど。あ、それならよかった。Tomomi さんどうですか、美味しいですか、フィリピンの料理。そうですね、一週目はどうしても食べれなくて。え、本当にげっそりしてました。じゃあフィリピンの料理で美味しい料理、美味しかったやつって何かあります？ボーンレスレチョン。でそれ、あ、それはそれは間違いない、間違いない。ズマゲティのあのバレンシアのやつですね。ですね。ズマゲティからちょっと行ったところに、あれバイクで20分ぐらいですね。そこであるボーンレスレチョンっていう豚肉の料理がめちゃめちゃ美味しいんで、みんな手で食ってますよね。食ってます。あれはもうぜひぜひ試してもらいたいフィリピン料理の一つですね。じゃあそんな感じで、はい、ボンレスレチョンは絶対試してください。ぜひ食べてください。はい、バイバーイ。バイバーイ。レッツゴーボンレスレチョンサイコー。